医師、オリンピック選手も通う姿勢矯正の専門家、姿勢矯正トレーナーのレグルスです。今回はレグルス受講生レベル5を受講中の11歳のサッカー選手に協力をしていただき、スローイングのポイントを説明していきたいと思います。練習はしますか？スローイングします。ということは習ったこともないっていう、やっぱりそれが現状ですね。今日はもうしっかりスローイングが上手くなるコツを伝えますので、ぜひ一つの武器としてスローインという武器を手に入れていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします、はい、まず現状の投げ方を見たいと思うので、はい、今やっぱ手で投げているので、大事なことはやっぱりこう状態を反れること、反って投げること。でそのためにはやっぱこの骨盤が出てしまったらボールに力が伝わらないんで、骨盤を前に出さないを一つポイントで、前に出さずに上だけ反る意識、そして反って丸める、はい、で軌道的にはこう高いボールは上に投げる。有効なのはこのロングスローとかライナー性のボールなんで、叩きつけるようにこう壁に手をバンと叩きつけるように、いかに叩きつける、そう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 、そのイメージで、かつ上を反って叩きつける。もうちょっと一回意識してもう一回お願いします。そう、おーいいじゃない、おーそうそうそう。でもっと多分ライナーの方が有効なんで、叩きつけるイメージ、そう、もう一回お願いします。あ、反りがあんまり意識してない。で先ほど伝えた動きが指標の動きがあるんですけど、まあ、レベル5を受講中の選手がこれだけ体が変わってるっていうことを皆さんにぜひ見ていただきたいと思います。ただ横向きでちょっと膝を曲げた姿勢で、骨盤が前に出ずに腰に手を置いて反る、うん、骨盤が出ずに反ってもらっていいですか？一回ぐーっと多いぜ、そう、もう一回します。そう、これが腰椎、腰の骨ではなく胸椎で反ることにつながります。もう一回お願いします。そう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 。で、この反って丸める。反って丸める。そう、もう一回。で、足出していいんで。反って丸める。おお、そう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 。もう一回、中から練習して。反って丸める。反る丸める。もっと練習して。そう。反る丸める。おお、そう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 。で、さっきのイメージ、叩きつける。もう一回。反る丸める。おお、そう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 、ちょっと感覚いいと思うんで、もう一回お願いします。はい、反る丸める。おお、そう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 、今いいですね。はい、でもこっちが分かりますね。おお、そうそう、多分分かってくると思うんですよね。胴体を使えてないと手投げの感覚が分かってくると思います。反る丸める。そう、反る丸める。おお、そう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 、反る丸める。そう、おお、いいですね。早くやってきましたね。そう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 。おお、そうそうそう、いいよ。で、ここで伝えたいのは、なんで骨盤が出たらダメかというと、骨盤が出ると腰で反ることにつながるんで、腰痛につながります。そう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 。腰痛いの分かりますか？そう。これが出てしまうと腰に来るんで、だから胸椎で反れないといけない。っていうのが一個ポイントです。そう。肘を真後ろにやっても胴体が反られないこと。少し膝曲げて、肘を真後ろにやってもこの胴体が反られない。ぐーっと。これが肩の細分化といって、肩甲骨の柔らかさと一緒です。これやってみてください。肘を真後ろ。おお、そう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 。はい、結構いいですね。で、ちょっと若干動いてるんですけど、まだやっぱレベル5なんで、必ず6、7、8でこれができてきます。逆を。あ、こっちが少し硬いですね。そう、自分で分かると思います。肩甲骨の柔らかさ。これが両方、私みたいに完全に分離してくると、これが結局スローインのこの胴体に合わせて、この肩甲骨の柔らかさがパワーを、ちょっと今動かしたんで動くと思うんで、もう一回じゃあ、はい、おお、いいですね。そう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 、反る丸める、反る丸める。おお、そうそう、今この時点で感想どうですか？肩が疲れる。そう、力は抜くこと、胴体を意識する、骨盤は出さないっていうのは無意識にできてるんで、上を反って丸める、そして叩きつける。はい、もう一回お願いします。この練習おお、いいですね。足を揃えたパターンでも一緒です、感覚は。おお、そう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 、より足を揃えた方が胸椎の柔らかさと肩甲骨の柔らかさが必要です。
グッともう一回です。そう、なかなか難しいです。胸椎の反り丸める、そしてちょっと肩甲骨を意識して太陽熱と叩きつける感覚、はい、おー、いいぜ。そう、遠くに投げれるということはもう手前はもっと軽く投げれるんで、ちょっと手前を意識して軽く、そこまで多分そうそう、コントロールも必要なんで、手投げじゃないってことは安定して狙ったところに行くっていうスローインにつながるんで、まず手投げを示します。手投げはこう、大多数の選手がこういう感じで、もう一回いきます。手投げ、手投げですね、はい、胸椎で反ることを意識して叩きつけることを意識すると、反ってこういう感じですね。ライナー性にできるんで、反って投げる、多いですね、はい、反って丸める、そして肩が柔らかいこと、肩甲骨が柔らかいことでこれだけ可動域が出ます。これをそのまま叩きつけるように、こう反る丸める、一瞬ですね。もう一回いきます。反る丸める、いいですね。でもう一回練習をお願いします。反る丸めると叩きつける、そのタイミングがずれると、そう、自分でも分かるはず、あ、今手で投げてしまったなっていうのが、はい、もう一回お願いします。おー、いいですね、はい、そう、おー、そう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 、そう、胴体で投げれると楽じゃない、うん、楽に投げれる感覚があると思う。あ、そうそうそう、まあ、やっぱり練習が必要なんで、胴体の感覚と手の感覚を合わせてもらうと、タイミング、おー、そう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 、いいですね、はい、おー、そうそうそう、いいですね。せっかくなんでレグルス受講生になると、こういう動きができるようになると、4ヶ月でこういう動きが手に入りますので、少し膝を曲げた姿勢で頭と骨盤を動かさずに溝落ちに手を置いて円を描く、これが腸腰筋の動きです。胸と骨盤の間に腸腰筋があるんで、腸腰筋がしなやかに動くことでこういう動きが手に入ります。おー、いいですね、はい、次は首の根元を右、そうで、溝落ちを左、おへそを右、はい、やっぱこのおへそがやっぱちょっと少し時間かかるって難しいんで、今日の体操の骨盤の体操をやっていくと、おへそ付近の癒着も取れていきます。もう一回です。右左右、右左右、はい、だん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 進化していくんで、ただ逆の左右左で、左右、そう、左、はい、これはもう少しでね、はい、一回見てもらっていいですか、はい、まず頭と骨盤を動かさずにこう、こういう動き、はい、首の根元、溝落ち、おへそ、こう、こう、こう、逆もこう、こう、こう、これは進化すると小さくできるようになります。こう、こういう小さな身体感覚が手に入ってきますので、ぜひしっかり体操をやれば絶対こうなるんで、はい、さっきの反りも反ったままこの骨盤をこう動かします、こうやって、はい、これが進化するとこういう胸骨の動き、前後のこういう動き、これが結局ボディフィットにつながって重心移動につながるんで、本当はドリブルで示したいんですけど、ドリブル技術は持ってないんで、そこは技術と体を合わせてもらうと必ず世界で通用する選手になれる、ぜひ頑張ってください、はいはい、最後に感想をいただいていいですか。普通に手だけで投げると肩とかが重くて疲れるけど、はいはい、胸椎とか使って反る丸める、肩とか疲れないで遠くに飛ばして、おー、いいですね、その感覚をぜひ大事にロングスローできるようになりますので、ぜひですね、頑張ってください、はい、ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。